どうも皆さん、こんにちは、ツンツンです。今日はね、レベル忍者紹介していきたいと思います。デッキの原案なんですけれども、原案というかまあアイデアなんですけれども、謙虚なツモさんがね、ツイッターで取り上げておられて、まあそのムービーを見てね、これめちゃくちゃ面白そうと思って組んでみたのがこちらになります。とレシピに関してはですけれども、一応自分はこんな感じで組んでみました。で、このスキルレベル上昇っていうやつなんですけれども、手札のモンスターカードの、レベル分自分のモンスターを1体レベル上がるんですよね。だから例えばですけど、こいつじゃあレベル4じゃないですか。でレベル7の黒竜の忍者を見せればこいつレベル11になるんですよね。で何が生きるかっていうと、やっぱ分身の術がめちゃくちゃ生きてきます。それが非常に強いので、まあ動き見ていただきたいと思います。で一番強い動きっていうのは何かっていうと、まあ、最近始めた人のために説明すると、黒竜の忍者絡めた動きです。まず黒竜の忍者は、フィールドもしくは手札にある表側表示の忍法カードと忍者カードを1枚ずつ墓地に送って、フィールドのカード1枚を除外できるんですよ。相手モンスター除外してももちろんいいんですけど、これで自分自身を除外するとどうなるかっていうと、こいつ除外ゾーンに行くんですね。で黒竜の忍者はもその効果自体に制限があって、黒竜の忍者自体がフィールドから離れてしまった時に、黒竜の忍者の効果で除外したカードはフィールド上に戻ってくるっていう効果があるんですよ。つまりどういうことかっていうと、自分自身で除外すれば自分自身が離れたことによってまた戻ってくるんですよね、フィールドに。で戻ってきた黒竜の忍者はもう一回攻撃できるんですよ。つまり2800で黒竜忍者殴ります。で、例えばエビスと分身を切って黒竜忍者除外します。もう一回除外から戻ってきます。もう一回攻撃します。5600ドーンみたいな、そういうのがこいつできるんですよね。その動きとかはね、できるのが非常に忍者楽しいので、まあ見ていただきたいと思います。で、さらにね、レベル上昇を使ったことによって、このチビ忍者いるじゃないですか。チビ忍者、レッド忍者とブルー忍者なんですけど、こいつリバースした時魔法破壊、こいつトラップ破壊なんですけど、こいつら今まで使いづらかったんですよね。変化の術がレベル3上げた、忍者になるんですけど、こいつらレベル1だからなりづらかったんですよ。てかでかいのになれなかったんですよ。でも、その問題が解決したと。この黒竜とかね、効果コピーすれば、もうめちゃくちゃでかいチビ忍者になるんで。チビ忍者のチビ忍者めっちゃでかくなるんで。それで分身とか変化していけばいいと。だから、こういうチビ忍者やりやすくなったから、分身でね、横展開もしやすくなったし、まあめちゃくちゃ面白くなったんで、まあもしよかったらね、見ていただきたいと思います。それではご覧くださいませ。どうぞ。ではですね、飛行忍者フレイムを召喚。フレイムのモンスター効果発動。シュン、こいつね、上げて、スキル発動、レベル上昇。こいつをね、上げていくっていう。こいつ見せて、レベル8にしていきます。そして、忍法帳発動。永続魔法発動。シュン、セット、分身の術をセット。この分身の術は強い。ターン、エンド。速攻魔法チェックします。お持ちでない、速攻魔法はお持ちでない。おそらくアマーだと思うんだよね。このカード、さてプリンセス、プリンセス、まあ良いでしょう。おそらくゼントラだと思うんだよね。ターンエンド時、分身の術を発動。瞬、レベル8の、フレームをリリースし、覆面忍者エビスと、瞬、カラクリ忍者サザンクと、さらにモンスターを、レッド忍者ね、チビ忍者を特殊召喚。で、ターンエンドですね。よし。うむ。まあ、どっちから行くかなんですけど、こっち側から先行って2枚剥がして、いや、レッド忍者をくるーん、反転召喚で、グレイモヤー、そしてエビスの効果発動、吸収。今から2枚戻すんでね、
吸収と、これを戻していくと。はい。で、カラクリ忍者サザンクで、こいつを行くと。やっぱ忍者は全部剥がせるのがめちゃくちゃ楽しいわ。そして、忍法変化の術を発動。シュン現れる。あれ黒龍の忍者が、あ、そうだ、ミスター、まあ、いいや。やらかした。閉まらない終わり方してしまったぜ。対戦ありがとうございました。本当はね、今の黒龍の忍者でバンバンバンってやる予定だったんですが、まあまあまあ、一応ね、こんな感じの動きをします。それではやっていきましょう。さあ、来な。デッキ20枚。俺のターン。あ、これもね、レベルアップでブルー忍者がね、チビ忍者も黒龍とかにね、進化できて、まあそれは幸せですよ。彼も生まれてきてよかったと感じてることでしょう。ただね、黒龍の忍者になったとしても忍法カードが足りなくて、ちょっと心もとなさすぎる。見ろ、モンスターを攻撃表示で召喚。 UA だー。 UA スタジアムないからね、いいんだけど、小ずさいがあるかどうかなんだよな、問題は。小ずさあったら超めんどくさい。正味、小ずさい無理だもん。多分一番無理なテーマだわ、これ小ずさいが。あ、でもラグあるから、あれは多分 UA ペナルティだな。なるとダンカーきついね、なかなか。まあいいや。ブルー忍者召喚。レベル上昇発動。こいつのね、レベルを上げていくと。こいつの分上げます。で、シュン、永続魔法発動。永続魔法発動。分身の術をね、セットして、そしてカードをセットして、ターンエンド。レベル8のブルー忍者っていうね、クソ強い。さらにこのタイミングで分身の術を発動。シュン。あ、マジ？やったー。じゃあこいつと、こいつ立て。いやー、このムーブめちゃくちゃ懐かしくない？正規流の忍者の効果発動。墓地のモンスターを取り除き、こいつを見てね。多分ペナルティでしょ。はい、来た、ペナルティ。うむ、一番下に置いてあげよう。俺は優しいからね。あ、ダンカー。あ、ダンカーじゃリバウンドか。びっくりしたびっくりしたわ。ダンカー出てくる。へい、忍法変化の術発動。シュン。黒龍の忍者になっていく。さらにこれ、黒龍の忍者の効果使ってもいいんじゃない。で、効果使ってファンタジスタでもちょっと引き出したい感はあるんだよね。だからちょっとこのままにしとこう。相手の伏せがあるかどうかも大切だ。忍者に関しては最近見ないでしょうから、昔からやってる人じゃないとね、動きとかは分かんないとは思うんですよね。バトルだ。バトル来ましたね。おそらくダンカーでチビ忍者を攻撃してくるような気がする。攻撃だ。オッケー。シュン。チビ忍者と、分身の術を切って、こいつ自身の紐付け解いてもいいし、こいつ飛ばしてもいいしなんだけど、こいつ自身の紐付け解こっかな。うん。黒龍の忍者自体を除外したことによって、これでね、もう変化の術とも何もこいつは紐付いてないから、ここ小ずさい打たれても全然 OK っていう、まあそういう布陣ですよ。で、次下級引いたらもうめちゃくちゃ強い。ドロー。あー、分身か。しゃーないね。ではバトル。黒龍の忍者で攻撃。はい、何もラグなし。ではシュン。赤龍の忍者を切って、こいつを切ることによって黒龍の忍者自体をね、エスケープ。そして黒龍の忍者を特殊召喚。そしてバトル。イエーイ、これでね、ライフ調整も完璧よ。ターンエンド。俺のターン。いやー、この動きめっちゃおもろいね、やっぱり。やば、ラグ見てなかった。このカードどうするんだろう。お、なんもなし。ターンを
終了する。なんもないってことはどういうことか分かりますよね、それ。やったー、見せてやるぜ。サザンク召喚、そしてバトル、サザンクの攻撃。あ、クリボール持ちだ。やっぱ国流の忍者の攻撃。しかし俺のバトルフェーズはまだ終わらねえ。サザンクと忍法帳を除外し、じゃあ墓地に送り、国流の忍者をエスケープ。そして国流の忍者が出てきて対戦、ありがとうございました。では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 、うーむ、あー、まあまあまあ割とあり。ヒーローかー。でもね、まあいい感じでハンドには入ってるんだよね。で、こいつが今までだったら素材にできなかったのが、スキルレベル上昇によってね、こいつ星7まで上がるんで、そこが非常に良いかと。まあ、小ズサイとか飛んできたらマジ C だけどね。まあ、忍者で小ズサイケアは無理だわ。そんなん無理や。ドロー。あ、エビスいいな。エビスか。エビスいいじゃん。4、6、8、3、6、1。よし。覆面忍者エビスを召喚。モンスターを通常召喚。さらにスキル発動、レベル上昇。セキルの忍者をね、見せてレベルを10まで上げていく。そして永続魔法発動、永続魔法発動。シュン、こいつを切って、うーむ、変化セット。そしてカードをセット。ターンエンドだ。さーて、ドローフェーズ時分身の術を発動。シュン、レベル10だからね。さあここで取ってくるのはちょっと攻めようかなと思いまして、6、3、1。よし、まず赤龍の忍者を召喚、さらにモンスターを召喚。俺が召喚するのはカラクリ忍者サザンク暗記対策、さらに忍者召喚ブルー忍者。これで星10よ。さらにさらにさらに赤龍の忍者の効果発動。こっちかな、これ。なんだ、あれチェーンないね。モスクチェンジー、うーむ、デッキの一番下ぽよん。これなんもラグなかったね。さらにバイオン、なるほど、バイオンでバイオン落とすと。なるほどね、オッケー、融合取ってくると。オッケー、じゃあこのタイミングで変化の術発動。シュン、黒竜の忍者になっておきましょう。もうちょい早くてもよかったけどね、変化の術完全に。こうすることによってね、トリニティが出てきてもまあどうなるかですよ。まあ次2ドローされるのがきついけど、あ、ドリームガイ混じってんな。あ、もう召喚権使ってるから、いいでしょう。このタイミングで効果使おうかな。いいか、ここでこいつとこいつ切ってトリニティを除外していく。シュン、さあ対戦、ありがとうございました。これぞ忍者。